あっす、どうも、福士ポのやすと言います。いやー来ました、原始人雷電将軍ガチャやっていこうと思います。はい、いきなりね、お前誰だよって思うかもしれないんですけど、最近ちょっと原始人にハマったものでして、まあゲームの動画とかをちょこちょこ上げてるんですけど、もう雷電のガチャをもう今日は本当に楽しみにしてたんで、もうそれがために今日は仕事頑張ってきて、帰ってきて今から回そうと思います。ここ1ヶ月ぐらいで原始始めたんですけど、そうですね、ちょっと神里を引いて、その後ずっと使わずで貯めてまして、で雷電将軍来たら絶対引くぞっていうので、これからやっていくとこでございます。まあ全然まだ1ヶ月程度なんで、冒険者ランクも50とかいってなくって47ですかねとかなんで、まだまだではあるんですけど、いやー雷電と旅をしたいなと思いまして回していこうと思います。僕の動画ではそうですね、もう単発でとりあえず回していこうと思ってます。祈願履歴としては、前、神里が出てから宵宮ガチャでディオナと左右が欲しかったんで45連ぐらい回してるんですよね。っていうところで、すり抜けの可能性があります。なんでちょっと怖いんですけど回していこうと思ってます。で、雷電できれば突させたいですし、これ草薙の稲光も欲しいなって思ってるんですけど、一旦今回ピックアップのキャラシャンリン以外誰も持ってないんで、であとスクロースと九条サラもめちゃくちゃ僕欲しいキャラなんで、とりあえずキャラガチャ回しまくろうかなと思ってます。雷電がどれぐらいで出るかっていうところで決めようかなと思ってます。できれば雷電ね、3突4突ぐらいがめちゃくちゃ強いらしいんで、やりたいなとは思ってるんですけど、いや、まあもう一旦回していきましょう。やっていきます。単発で一発目、まあそりゃ経験もな。まあまあすいません、めちゃくちゃ時間かかるかもしれないんですけど、今回めっちゃ楽しみにしてたっていうのもあるので、もうどんどん回していこうと思います。おっ、おっしゃ、九条いいっすいいっす、1体目、まず1体目、嬉しい嬉しい、これは嬉しいぞ。九条もね、とりあえず2突はさせたいなと思ってます。2突したらね、攻撃バフがかなり巻きやすくなるっぽいので、と出てくれたら嬉しいな。さあ51、サクッと出てほしい、サクッと出てほしい、本当にサクッと出てほしいですよ。あー、ダメかかな。55、お、誰だ、北斗か。まあ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 、北斗は持ってるんですけどね。56、さあ57、きた、え、国勢か、すり抜けた。いやー、でもまあ嬉しい嬉しい嬉しい、国勢ね、国勢ね、オッケーオッケー、国勢持ってなかったんで嬉しいですよ、嬉しい嬉しい。いやー、まあ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 、次雷電確定したんで、いやー嬉しい嬉しい、やっていきましょう。じゃあまた1年からスタートですね。いや、前回の神引きを思い出せ、前の神里の時も僕ディルックが最初出たんですよ。で、それ10連でずっとやってて、で、ディルック出た後に、一回回したら神里出たんですよ。いや、マジで、その神引きを思い出せ。頼む。5回目かな ?5、5、数間違ってたらすいません。6、はい、7、7、7、誰だ ?OK、スクロは、OK、OK、OK。スクロは欲しかったんで、ね、スクロースは欲しかったので嬉しいです。8、はい、8、8で、9では来ない、来ない、11、はい、12、はい、いやー、なんとか一つ取れたいんだ。あー、笛の剣はいらん。笛の剣とか。14、15、15、16、17、18。あー、オッケー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 。オッケーオッケー、いいですよ。9、22、来てほしいんだよな。24、25、はん、27、なんだ、なんだ。あ、シャンリー、オッケー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 。
シャンリンね、もう、あと1体来たら4突になるんで、なんか4突が確かめっちゃ強いんですよね。これ28だかな。30、12、33で来い。ポン !34、34、35、来ないなぁ。36だったっけ、これ。あはもう、うんこ。37、40、40、40で来い。ポン12、13、14、45。アスクロ、オッケー。一旦一突か。16、17。こんなー。うわー、50。うわー、回るかー。うわー、こんなー、51。うわー、こん。52。シャンリー、あー、オッケー。4突できた。52っすか。頼む。14。こんなーマジ。マジか。60。来い。頼む。うわ、こ、マジで。頼む。これはね、星4なんすよね。シャンリンか。シャン、いやー、ちょっと。行くでごわす。63。63。あー、誰だ頼む。キャラ。おーい。セーフ飛天か。もう持ってなかったから嬉しいですけど。あー、64。66。67。おいやー、もうこんなー、やばいなー。71。で、あー、スクロー。オッケー、2突。カラさんが来てほしいんだよな。こんなー、74。75。え、マジでこんなー。76。76。来た来た、これ絶対ライデンなんですよ。これは、しゃオッケー。いやー、売れてぃ。これはガチ嬉しいっす。いやー、ちょっと、もう一体欲しいなぁ。いやぁ、どうしよう。いやぁ、でも、そうっすよね。九条もだってまだ僕、いや、ちょっとでも、一旦ライデン来たことがめっちゃ嬉しい。あ、いた。いたよぁ。うわぁ、すっげぇ。超いいっすよね。かっこかわいいんすよね、この人。いや、国政もなんだかんだでも嬉しいかな。持ってなかったんで嬉しいっすわ。いやー、じゃあ、キャラガチャ引きます。リセットされたんで、こっからまたすり抜ける可能性もありますけど。前はこれで来たよ。こんなー、それは、そうか。一発目。はい、1、2、3、4、5、6、7。あー、祭礼体験ね。はいはい。キャラが欲しいんすよね。9、10。あー、ちょっと10連しますか。10連しますって思います。まあ、これ絶対来るんですけど、一体は。あー、オッケー、九条皿。オッケーですね。もう一回10連させてもらいます。うわー、光らんなー。光ってほしいなー。シャンリンね、シャンリン貫突しちゃったんちゃう？あ、出た。この、ようわからん、剣。クソザコって言われてるやつや。結局、これで30連ですかね。もう10連させてもらいます。お願いします。あー、こんなー。いや、スクロは嬉しいです。結局10連で回しちゃってるけど。来い！来た！ライデン、頼む！マジで頼む！あー、オッケー。九条さんはオッケーです。ライデン、よしよっしゃ、めっちゃ嬉しいっすわ、ほんま。やべえ。来た。いやー。一突してしまったが、一突させてしまいましたわ。いやー、で、二突、三突、したいなー。
まあ、一旦一突したんで、ワンチャンを狙って、ちょっと武器ガチャはさせてもらっていいですか。そうっすね。草薙の稲光。これ、僕、ネルメロさんっていう、原神配信者の方の動画見てて、これをなんかそのコメントで、ゴキブリの黒光って言ってる人がいて、それめっちゃ面白いなって思ってたんで、引こうと思います。ちょっと武器ガチャに、武器ガチャはね、前回の平井の成り元の時に、あれなんですよね。祭礼の断片かなんかが欲しくって、15回ぐらい回しちゃったんですよね。だから、まあ、そっからのスタートなんで、ワンチャンがあってほしいな。いやー、ちょっとライデンモチーフ武器で、ライデンとの親和性がありすぎて、かっこよすぎて欲しいんですよね。いやー、でも2突させたいなー、ライデン。なんか忘れた、ポンよね。あー、ポンよね。うわ。しかも、それかい。祭礼弓とかだったらまだしも。お前かい。うわ、どうしよう。ライデン欲しい。ライデン2突させたい。2突したい。うわ、どうしよう。めっちゃ悩む。いや、でもこの、いや、武器ガチャちょっと10連させてもらいます。お願いします。まあ、今か。それはまあ、なんとなく分かってましたけど。あー、空中竜銀。空中竜銀持ってなかったんで嬉しいですね。おお、ここで深淵 謎、おお、結構、流浪各所。割と、3つ出てくれたの嬉しいですね。深淵も持ってなかったし。まあ、ちょっと嬉しいですね、これは。いきます。無理かなー。あー、無理かー。草薙の稲光欲しい、マジ。いやー、無理かー。なんだろう。あー、祭礼弓？祭礼の弓は嬉しいです。一旦それは嬉しいよ。まあ、一個だけですよね。いやー、ちょっともうここまで武器ガチャ回したんで、せっかくならもう最後のこれも回させてもらいましょう。さあ。あー、流浪学章嬉しいです。いやー、やっぱ武器ガチャ回すもんじゃないんかな。はい。まあ、ということで一旦ここまでになっちゃいましたけど、本来ライデン一突できたのは本当に嬉しいです。すり抜けなかったっていうだけで、相当嬉しいですね。いや、マジで育てようと思います。で、ちょっと追い課金するかどうかはマジで考えます。けど、多分しちゃいそうな気がします。いやー、ちょっと本当にね、武器もこれ持ってるんですよ。和白炎が出会いの縁しかなんかで当たって、いや、これ結構強いらしくっていいんですけど、やっぱね、このね、ちょっと合わないっすよね、色が。いやー、まあ、ライデンをゴリゴリに育てて使っていこうかなと思います。と思ったんですけど、いやー、ちょっとどうしても武器が欲しいってなってしまいました。回します。向こうは出ないで欲しい。それだけです。武器はもう10連じゃない方がいいかもしれないですね。ああ、清風は嬉しいですよ。はい。当てていきます。武器ガチャはマジ闇って言われながら入れ込んでしまった。いや、でもいいんです。僕はもう最近、玄米と味噌汁しか食べてないから、食費がかかってないんです。だから、大丈夫。1万2000は課金はしてないし、これで出てほしい。出てほしい。頼む。出てほしい。まあ、流浪学章はね、すごい嬉しいんで。あ、来た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 。頼む。お願いします。嘘だろ。君か。
君か。まあ、どうなんだろう。ディルックがいるんで。ディルックはでも狼の末路だよな。うわー、マジか。いやー、もうなんか危険くなってきてしまったかもしれん。ちょっと猛獣連、すいません、失礼します。あ、レーザー。あ、レーザー僕持ってないんですよ。あ、それは嬉しい。それは嬉しいけど。じゃあ猛獣連で、お願いします。草なぎ、ダメでござんすね、これは。これはダメでござんすね。なんか、高級龍銀とかが。お、絶弦。嬉しい。終わってしまう。終わってしまった。終わってしまったけど、もう、すみません。もう、これは危険くなってますわ。私。追加してきてしまいました。いや、もう、引く。もう、ここまで来たら引く。マジで。マジで引くぞ、ここまで来たら。ああ、ミスった。いやー、これなんかちょっと、厳しいかなー。いやー、でも引きたい。マジでここまで来たらマジで引きたい。同じ武器何回来んねんって感じだけどね、これは。これでまたすり抜けとかしたらもう僕は、泣く。マジ。いやー、ちょっと夢見すぎっすかねー。いやー、でもまあみんなこれをくぐり抜けてきてるんですよね。原神やってきていらっしゃる方は。いやー、ちょっとでもライデンはほんまに欲しい。うわー、痛いんですよ。こんなーおいお先輩。あー、ダメだ。なるほど、もう引けなくなった男だ。そうっすね。いやー、まあちょっと一連ずつやっていこう。武器ガチャにはあんまり労力を割きたくないから、出た時点で終わりたい、その気持ちがあるから。何連回したかもう覚えてねえよ。もういいっすわ。いや、もう、いや、でも当てたい。いや、ちょっと、極力やっぱ、ライデンは、おお、シャンリンシャンリン、君なんかよく、すり抜けてくるよね。私のサーバーに。頼みます。めちゃくちゃ嬉しいっすよ。で、デモム、これは。厳しいな。いいなということですね。トロ、こんなってほしいんだよな。ルロー学賞も多分これで完突したな。おそらく。数に間違いがなければ。嘘？ってことは、私やっちゃいましたね、これ確実に。うわ、もうここまで来たらもうどうでもええわ。もう引きましょうよ。もう次やったら出るんだから。うわ、ルロー学賞2個出てるし。もうどうでもいい引きしてますよ。レーザーが。もうどうでもいい引きになってしまっている。っていうのは。いや、ちょっと、じゃあ、一回ずつやっていきますか。まさかの向こうの剣2個は、やっちゃったな。やっちゃってるね。いやー、そういうことですか。そういうことですか、実況者さんたち。うわぁ、もうだってちょっと今もうプルプルしてますもん。もう、なんか、いやでもまあここまで来たらいいでしょう。もう出るまでやりましょうよ。おぉ、ディオナディオナ、まあ嬉しいですけど。嬉しいですけど。っていうことは、出ない。出た。よいしょ。いやぁ、向こう日本はマジでやばいなぁ。いやー、やられたなー、本当に。い
いやー、これ今回ちょっと武器ガチャの洗礼を早速受けましたね、私は。来たー、やっとだー。いやー、君を待ってました。ありがとうございます。ありがとうございます。もうやられました、いろんな意味で。本当にやられ刀た。の技を支え、匠は いやー、もうでもこういうことですよね。いやー、ありがとうございます。いや、でも本当にライデンと、でもそのライデンもチーフ武器、まあライデンがその一回すり抜けなかったっていうことを考えたら良いのかもしれません。いや、もうそういうことにしましょう。もうそうじゃないと、保たれ、保てん。保てんけども、いや、頑張ります。まあ今後また稲妻探索していくんですけど、多分今回のガチャに結構またぶっ込むと思います。ライデンもう一突したいし、ぶっちゃけ。はい、そんな感じで、いや、見ていただきありがとうございます。いやー、でも、サンゴの宮も気になってるし、どうしようか悩みますけど、今回でもちょっとライデンには結構ガチだったんで、やらせてもらいました。いやー、ちょっと落ち着く時間が欲しいけど、いや、でも嬉しいです。ありがとうございます。見ていただいた方、本当に嬉しいです。じゃあ、以上です。あざーす。シャス。はい、ということで、ガチャ動画でございました。最後まで見ていただき、本当にありがとうございました。まあ、単発も、10連もごちゃ混ぜでやっちゃったので、ちょっと見づらい感じになっちゃってるかと思うんですけど、その点は申し訳ないなと思ってます。まあ、今後もね、この原始の動画とか作っていけたらなと思ってますんで、よかったら見ていただけたら嬉しいです。同じようにガチャで苦しい思いをした方、よかったら高評価とチャンネル登録してもらえたら嬉しいなと思ってます。はい、でもまあライデンですね、めちゃくちゃ欲しかったキャラですし、まあ、育成がこれから楽しみなキャラなので、今後とも原神頑張っていこうと思います。今回は結構運が悪い方なのかな、ちょっとわかんないです。僕よりもっとすごいよっていう風なね、良かったよっていうコメント、もっと運良かったよとかっていうコメントとか、まあ、逆にもっとやばかったですみたいなこととかもあったら教えてください。お互い慰め合いましょうというか、なんというかっていう感じですけど、はい、そんな感じですね。ただライデンこれ今流してると思うんですけど、これお試しの映像ですね。まあ僕のプレイングなんでめちゃくちゃ下手くそな感じで申し訳ないんですけど、いや、でもめちゃくちゃこのキャラ楽しいっすよ、マジ。元素爆発撃った後の銃撃とかすげえかっこいいですし、なんか元素爆発の効率もやばそうです。まあこれから今日は育成をして頑張っていこうかなと思ってます。そうですね、まあまた自分の好きなような感じで動画は上げていけたらなと思ってますので、よかったら今後ともチェックしていただけたらなと思います。はい、最後まで本当に見ていただいてありがとうございました。以上でございます。シャシャス。